はい、次はですね、いよいよステップ6です。これはついに、ステップ 5まで頑張った方たちの、ご褒美じゃないですけど、いよいよフィニッシュまでね、持っていくような、形の、やり方になります。で、どうするかというと、まずはこのトップオブスイングですよね。トップオブスイングはもうノーコックからのバードリストして平行のポジションまで持っていけました。変な話、もうここで終わりでもいいんじゃないかというところがまず一つですが、いやちょっと個人的にそれは受け入れられないなっていう方は、ちょっと上がっていく感じでもいいのかなと。ただこれから先々のスイングの進化を考えていくと、どんどん多分スイングはちっちゃくなっていくと思います。なぜならば今活躍している選手とかがやっぱりどんどんコンパクト化していって、もうあのフリートットなんかすごいですよね。もうほとんどドライバーでさえフィニッシュまで持っていかないような感じで打っていきます。おそらく僕はもうほとんどがああいう感じのスイングにこれからなっていくんじゃないかなというふうに、読んでおります。ですので、できればこのぐらいの位置から、僕この状態で今度 YouTube でアップしますが、7番でも今この動きをいろいろ練習して、もう大体15ヤードか20ヤードか1番手ちょっとぐらい球が飛ぶようになってるんですね。ただトップのポジション的には相当びっくりするぐらいちっちゃいです。今前よりも相当ちっちゃくしています。この状態からのフルスイングのイメージがもういいかなと。で、上がってここで実際止めて振れるかというと、これからご案内するフィニッシュまでの作業があると、なんとなく惰性でちょっと上がるんですね。でその位置で十分じゃないかなと思います。この位置で止めてるつもりでも、ちょっとこう勢いで少しこう上がるわけです。そのぐらいの位置の方が僕はおすすめします。ですのでトップオブスイングはほとんどステップ5でやったのと変わらないかなと。で逆にステップ6でのフォロースルーはフェース面がこうフリップした状態から変わらず抜いてくる、抜いてきた時の手首の作業の感覚っていうのが、もちろんこれアドレスした時のどのぐらいのこう握り方、例えばすごいウィークすぎちゃうとまた違ってくるんですけれど、ある程度、まあ、今もスクエアだと思うんですけど、ちょっとまあ昔からしてないストロングリップですね。この握り方をしていた場合、左手の甲がフリップ、いわゆるこちらの甲側に折れるわけですよね。で甲側に折れた延長線上で考えていくと、すごく自分 の, あの目線側を見ると甲がよく見えます。これが甲が全く見えないような動き、右手の甲がむしろ見えちゃってるような動作の場合は、これ絶対タブーですね。ダメです。これは左手の甲側がなんかずーっとこう見えてるようなイメージで、フォローするからフィニッシュまでを持ってくるような感じにしていくと、そうするとフェース面が変わらないで、来る。でもこれドローボールでしたよね。じゃあどこで捕まえるのっていう思った時点で、そもそもドローは返さなきゃいけないと思っている人たちなわけですよ。このドローボールはねじらないドローをしていかなきゃいけないです。フェース面がねじらないでドローボールを打っていく。それは何かというと、パウドリストさせた状態からのインパクトまでの動きの中で球を捕まえる作業もしているわけです。ですからこっから返しちゃうと、またフックスピンがかかりすぎてターゲットよりも左に行っちゃいますんで、ここからねじらない動作を持ってくると、緊張した場面とか、プロゴルファーだったら優勝して争いしてる時とかに、あと低い球を打とうとする時とかですね、とかに引っ掛けずに綺麗な強いドローボールが打ててくるわけです。ですからステップ6はトップはあんまり変えずに、そのままちょっと惰性で少し上がるけど、フォロースルーが左手の甲が自分を見ているイメージにしながら作ってくるような感じでフィニッシュを持ってくる。そうすると面が変わらないで綺麗なドローボールが打ててくるというふうに思います。ぜひ試してください。
皆様ご視聴ありがとうございました。できれば、チャンネル登録や、いいねボタン押していただけると助かります。それから、コメントなど、いただければ、そのコメントにお答えしていこうかなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。